朝鮮対シリア戦で、とんでもないファールがあった模様。ゴールキーパーの顔絶望してて笑った。なんでキーパーあのタックルするかな。画面外から飛んできたみたい。ループシュートの読みが外れたのかなって。目測とループ処理の判断を誤ったのかな。最近北朝鮮は悪目立ちしてるけど今回のは単純に選択ミスかな。どしたん？やばいな。相手に飛びかかったってより落下してくるボールの軌道に合わせたつもりのアワン跳躍には思えるかのう。また、そこで合わなくてもバウンドするコースでは合いそうやが、まあ相手選手がそこにいてあえなくファールとなった、みたいな感じやろか。シリアは、イスラム国大丈夫なのかな。ミサイル発射実験の一環やろ、精度悪いからな。なんで相手に飛びかかったのか。緊張すると飛び上がりたくなるのはあるあるだが、ボールに対応できないよねー。とんでもねえな。わざとぶつかりに行ったのかと思ったら、勢いからすると別にそうでもなさそうな感じだった。なかなかの万歳アタックだね。怖いね。怪我に気をつけないと。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。